はい、皆様こんばんは。今日は令和2年3月の5日木曜日、今週もやってまいりましたワンヌウムイの時間です。この番組はすべての子どもたちに笑顔を届けたい、子どもに笑顔を送る会ありがとう、浦添市ぐすくま通りにあります特定非営利活動法人手だこ、そしてアップルパイのおいしいお店クッキング手だこ、共に日本の未来を創造する SNS フリージャパン、沖縄から事実を全世界へ発信し続けるチャンネルさくら沖縄支局、そしてタクシーのパースと自動ドアの件ならすべてお任せの沖縄タクシーマート、以上各社を応援いたしております。さて、今夜のメインパーソナリティは私ボッキーテトコント、こんばんは、覆面調査員です。よろしくお願いします。君さん、何も考えてなかった。止まったけど。つかマイク向かって喋ってよ。いや、今わざわざマイクこうやったじゃないですか。いや、いや、マイクで、マイクの前で喋ってます。はい、はい、もう一方。あ、こんばんは、HK さんのスマホのライトが眩しいです。はい、ということでございまして、この3名でですね、50分生放送でお送りいたします。マスコミがなかなか取り上げない内容なども含めまして、またズバリと、お伝えしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。お願いします。あ、大山さん、ありがとうございます。宮城さん、一体何を調査してるのかなって、何調査してるの？まあ、いろいろ。まあ、調べる範囲が広い。調べる範囲の同人誌とか。いやいやいや。はい、皆様改めましてこんばんは、当番組のメインパーソナリティ私ボッキーテレコンでございます。まあ先週はね結構まあ暑い日だったんですけど、まあ一転しまして今日は現在の気温が 13.5 度、まあ沖縄の真冬の気温になっておりまして、まあ表面積の私としましては非常に辛い思いをしております。まあ、そういった中でね、すっぱだかでも寒くなる、ね、非常にいいかなと思うんですけど、そんな羨ましい体質ではないです、私は。いや、私は体質じゃなくて、性癖だと言っていたかった。いや、そんな、そんな性癖もないです。しかし、君、今日も放送始まって、すぐ妻をずっといじいじしてるんですけどね。しかも、ライトが点灯した状態です。でも、何かと絶好調でございます。もうこれこっち目使っちゃったんだけどさ。はい、ということで、でも今日はタカさんかなり冷えましたね。そうですね、今日になって急に寒くなってから、ちょっとこれが元で体調崩している人いないか心配ですね。あと 2,3 日はこの寒さ続くらしいです。はい、だからね、今沖縄がこのいわゆる武漢肺炎、はい、いわゆる武漢肺炎がまだ
3名しか出てないっていうことが非常にね、全国の方が持ってるようなんですけど、まあ、この暖かさが、まあ、原因かなという話もありますけど、科学的にはそういったね、確証はないということで、たまたま3名しか出てないということなんですけど、HK さんはやっぱり外歩くときは気をつけて歩いてます？そうですね、はい。まあ、普通に行って、外から帰ってきたら手洗い、うがいやってます。はい。はい。普段からやっぱり、外でお仕事してるときもこんな覆面して変装してるんですかね？うわぁ、それはないですね。はい、なんか、辺野古のゲート前では、思いっきり変装してる人たちが座ってましたけど。ああ、みたいですね。あれなんで自粛しないんですかね？日本全国各地で今、いろんなイベントが自粛してるのに、まあ、人が集まるところを作らないっていう意味で自粛してるのに、なんでテント前だけあんな人集まって賑やかなんですかね。ね、向こう、でも本当に思いますよ。このね、平和運動してる皆さん。あんな狭く苦しいね、ちょっと衛生的にもなんか問題になりそうなところで、いっぱい集まってね。あれ、また年配の方も多いし、そういったところで毎日発症したら、それこそ集団感染にならないかって心配なんですけどね、チケさん。そうですね、まあ。そうなったらそうなったで、きっと沖縄のメディアは、まあ、また米軍が悪いとか騒ぐんでしょうね、きっと。そうですね。うん、まあ、こういった今、まあ、全国的にこの武漢肺炎の件でね、かなりいろんな話が出てる中で、まあ、沖縄県、相変わらず、換気中の話ばっかりでね、すごいげんなりしちゃいますよね。そうですね。まったくもう、基地よりも優先なことがあるのになと思うんですけどね。はい。君、もう少しマイクに近づく。そうだね。つっか、ヘッドホンしてるんだったら、自分の声がどう聞こえてるか分かるでしょ。君さ、もう、毎回、マイクから離れて、なんか、振り返って喋ってるんですけど、なんか、国会の野党みたいですよ。本当に帰ってるところは。はい。まあ、でも、こういった中で、もう、あちらこちら、本当に、病院関係ではマスクも足りないっていう声も出ていますけどね。まあ、でも、相変わらず、この、病院関係にマスクを配布してるのは那覇市だけで、他の市町村全然話が聞こえてこないですよね。他の、まあ、市町村の方も、その、那覇市がやってるってなれば、その、他の市町村とかも動きやすくなるんじゃないのかなっていうふうに思うんですけどね。那覇市がやったっていうのは、まあ、いい前例になってくれたわけだなと思うんですけれども、そこに続く市町村って出てくるのかなって、出てきてほしいですね、どんどん。はい、そうなんですよね。まあ、だから私、あるね、病院の先生から、まあ、悲痛なね、思いっていうのを聞いてたんで、その、病院がある地区の市議会議員の方に一言ちょっと病院の方に連絡取って話聞いてもらえないですかねっていうふうに、連絡入れたんですけど、なしのつぶてっていうことでね、いや非常に残念すぎるなと思うんですけど、まあ、こういった時にこそ政治家が一生懸命動いてね、市民のため市民の安全のために頑張ってもらわないといけないなと思うんですけど、まあ、そういった中で浦添市長の松本市長、はいはい、もう独自にね、どんどん動いてますよね。うん、はい。その子供たちを、いわゆる、預かる。はい、今の学校がね、こういった国の、いわゆるお願いで、休みに入ってるんですけど、まあ、家の方でもう面倒が見切れない子供は預かりますよっていうことで、預かった上に、はい、なんと、ご飯まで出してあげるっていうことでね。いや、本当に浦添市、あっぱれですよ。松本市長、ね、なかなかできることじゃないんですよね。はい、で、また、ローソンさんでしたかね。そうですね、はい。おにぎりで、はい、はい。無料でね、はい、差し入れるっていうことで。あと、ホットミルク半額っていうのもやってますよね。そうですよね、素晴らしいですよね、こういった試みっていうのはね。確か、ローソンさんは、沖縄の 3A さんの系列でしたかね。そうですね、はい。まあ、ですからローソンが勝手にやったことじゃなくて、親会社とのやっぱりね、いろいろあってやってると思うんですけど、こういったふうに、まあ、今、ね、困っている人たちのために、まあ、会社としてできることをやろうというこの姿勢は本当に強化してもいいかなと思うんですけどね。
でもなかなか沖縄の企業、こういった動きが見えないのがちょっと残念ですよね、NHK さん。まあ、どんどん動いてほしい。そうやって地元の人のために動くってのは、やっぱりすごい、地元の人からしたら、しても嬉しいことですよね。はい。はい、いやしかし、NHK さん、今日もスマホで可視化をしてるんですか、ずっとさっきから。可視化。可視化。どっかで聞いた言葉ですね。そうですね。で、あと、さっきの話に戻りますけども、まあ、ローソンのような取り組みをしている企業は少ないんですが、個人商店では結構、なんか、お弁当の値下げをやったりですとか、あと食事を無料で提供するとか、まあ、そういったところを、個人事業のところでやっているところ結構ありますね。おお、素晴らしいですよね。こういったのはね。だから、まあ、自分たちでもやっぱりできることってあるんで、まあ、できることはガンガンやっていった方がいいかなと思うんですけど、まあ、自分の場合はたまたま外回りをしていて、そこでマスク売ってるのを見つけたら、購入してですね、はい、まあ、自分の、お世話になっている病院の方に届けてるんですよ。はい、はい、電話に入れて、今から持ってくねっていうことで届けてるんですけど、まあ、数って言ったってそんなたくさんではないんでね、そんなに役に立ってると思わないんですけど、やっぱり病院がダウンしてしまうと、本当大変なことになるんで、まあ、少しでも本当に微力でも力になればなと思ってやってるんですけどね。HK さんはやってるって言うとやっぱり暗い部屋で。いやいやいや、ちょっと忙しくて動いてない状況です。はい。はい、それから本日ラジオの、はい、このラジオは地上波のみならず、実はこのツイキャスの方で同時中継をしているんですけど、そこに、我らが戦う那覇市議の大山隆夫那覇市議の方が来ておりまして、大山市議から、まあ、報告ということでですね、那覇市は、なんとかコロナ対策費1億円増やす補正予算が出てきましたということで、いやー素晴らしいですね。こういったコロナ関係のために1億円の補正予算をこれから組んでいくっていうことをね、まあ、大山市議がお話をしております。はいはいはい、まあ、このように、いい話はどん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 レスポンスをね、発信していただけると、やっぱ多くの方々に伝わっていくと思うんですよ、ね。そうですね。ね。はい。まあ、特にもう、革新系の、ね、市長がいる市町村っていうのは、半吉のことに一生懸命なんですけど、それ以外のことに動きが悪いんですけど、この大山市議のようにですね、そういったトップがそれであっても、市議会議員がやっぱり優秀だとね、一生懸命このように市民のために考え、動いてくれるんでね、そこのところが非常に助かってるかなと思うんですけど、まあ、こういった動きがどん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 他の市町村にも広がっていくとね、いいかなと思うんですけどね。うん、いや、本当にでもちょっと沖縄は動きが悪いというか、特にですよ、はい、普段、沖縄は観光立県である。観光こそが沖縄最大の産業であり、基地は沖縄の、自立経済への最大の阻害要因であると言ってね、堂々と花吹いていた玉城デニー知事。今、とうとうは中国、韓国からの、観光客の入国っていうのがほぼもう完全にシャットアウトされるっていうことが今日のニュースで流れていましたけど、入ってくる人に2週間の経過観察が必要になるっていうことでも、事実上、2週間も留め置かれるんだったら入ってくる人ってのは本当に少ないと思うんですよね。ですから、そうなりますと、まあ、インバウンドだって言ってね、それに過大な期待をして、設備投資をしてきた沖縄の観光業界、これからやっぱりかなり厳しい状況になると思いますし、現在で100億円ほど売上がやっぱり観光収入落ちてるっていうことでね、まあ、沖縄の大手の旅行者では、社員を今休ますこともやってるということなんですけど、他にもいろいろ影響出てくるんですよね、HK さん。そうですね、まあ、学校が休むってなると、その休みじゃない、本来休みじゃないはずだったのに、休み出される予定だった給食とかも、給食工場とかも結構大変になるでしょうね。うん、観光も
いろんな観光の旅行会社もですし、バス会社とかも、他にショッピングモールとか飲食店とか、最近見た情報では、海洋博公園がもう本当にガラガラ状態にある。海洋博公園今、休館じゃない？あ、そうそう。そう休館だったらガラガラでしょ。他には、いつもだったら、その中国人が並んでる飲食店が、もう誰も閑古鳥鳴いてる状態だとか、そういうこともありますね。いや、こんな時に県知事なんですけども、何ですかFacebook でコメントして、私は玉城ディズニーですとかって、こんなコメント入れてる場合ですかね、私これ見た時、本当に沖縄県民の人たち恥ずかしくなりましたね。で、イチケイさんは今もうスマホずっと番組開始からいじってて、君何見てんの？いろいろ。いろいろ。じゃあいろいろってことはさ、このツイキャスのコメントは片手間にしか見てないってことでしょ？片手間っていう言い方はちょっと片手間っていうか。ツイキャスのコメントも見てますね。コメントも。じゃあ他には何見てんの？ニュースとかですね。ニュース。そうです。それさ、スタジオ車にチェックしたら一通り。すいません。チェックする。チェックしようと思ってたんですけど、はい。いや、それにしても今回のマシン型コロナウイルスの件、県の動きっていうのが本当に鈍いと思いますね。例えば、保健所、マシン型コロナウイルスにかかったんじゃないかっていうふうに、体調の変化を感じたときに、保健所に連絡しようとも、土日が、県の保健所は土日やってるんですけども、市町村単位で言うと、市町村の中には、土日はやってなくて、平日にしかその電話窓口、相談窓口を受け付けてないっていうところがあって、そういったところにもちゃんとメスを入れてほしいと思うんですよね。何も体調に変化をきたすのは、平日だけとは限らないですし、そうですね。もう時間と場所選びませんからね。なので、市町村単位でも、ちゃんと、保健所の相談窓口が、土日もやって、開くようにしてほしいですけども、やっぱりそういったところに、ちゃんと、土日でも、市町村に土日でもやるようにっていうふうに、県がちゃんと指導するのが私、筋だと思うんですけどね。そう。役所だから難しいのかなっていうの、その辺、柔軟な対応ができればなと思うんですよね。はい。はい。でもね、このように観光立県なんて、普段、でかいこと言ってるんですから、その、今、観光が危機に瀕してるのに、具体的な、その救済策とか対応策っていうのを全く出し切れてないっていうのは、あまりにも私は、無策だなと思うんですよね。あとなんか、ツイッターも Facebook も最近全然更新してないですよね、知事は。だから、もしかすると、玉城知事は、ね、何もできないのではなくて、何も考えきれてないのかななんてね、思ったりするんですけど、まさかね、知事たるものが、副知事とか、周りのブレーンに実務的なものを任せてって、自分はもう単に歌って踊って、半吉三昧の広告塔じゃないだろうなと思ったりもするんですけど。ちょっと玉城知事の名誉のために言っときますけども、何も考えてないわけじゃなくて、ダジャレはちゃんと考えてますね。ダジャレですね。うちのね、HK さんも時々変なこと言って、するんですけどね。だいたいどう出てるんですよね。でも私、玉城デニー知事のね、考えとかいうことをいろいろ聞きたいなと思って、Facebook と Twitter ね、フォローしてたんですけど、一度も絡んだことないのにブロックされておりまして。フォローしただけでブロックされるんですか？そう。言葉交わしてないんですよ。なぜかブロックされてるんですよ。HK さん大丈夫ですか？大丈夫ですね。君大丈夫。はい。なんで俺ブロックされてるんだろうね。いや、もうこれ、県に、質問とかやったらどうなんですかね。オンブズマン室とか、知事公室とかにやってみては、いいんじゃないかなと思うんですけど。そうなると、それは個人の、だから、預かり知らんことですと絶対に返ってきますからね。県の公式だったらあれなんですけど。でも中には、最近この、
沖縄の新聞社が、はい、河野大臣がね、その新聞記者のアカウントをブロックしてるっていうことで、わざわざ記事にした上に、河野大臣にブロックされてる人、この家に泊まれって集めてたんですけど、まさか、この新聞社が個人をブロックしてるっていうのはないですよね。ありました。ありました。私がされてました。私がされてましたよ、タイムスさん。新聞社の公式アカウントにブロックされてました。はい。はい。タイムスさんにブロックされてました。いつか。どんなコメント書いてたの、君。自分ちょっとツイッター初めて最近なんでわかんないんだけどさ。どんなコメント書いてたの？あれは、7年、8年前くらいですかね。新聞記事の内容で、確かかまどなんとかっていう人なんかが、かまず高台公園で風船でやってたんですよ。それを宜野湾市の職員は止めなかったと。そういうような記事があったんですよね。大門さんの記事に。で、宜野湾市議のゴヤさんは、いや、市の職員は、辞めるよう言っていたって、ブログに書いてたんですよ。で、これって、市議のゴヤさんがそう言ってるんだけど、実際はどうなの？で、これ、記事がちょっと間違いなら、市の職員に対しての名誉毀損じゃないかっていうような、ちょっときつめのことを質問したらブロックされてたんですよ。じゃあ、君のこともじゃあ、本当はタイムスさんが記事にしないといけないね。それも結構厳しいこと書くんですけどね。はい、でもブロックしてこないんですよ。はい。まあ、私は汚い言葉を書かないんで、はい、書くにしてもね。ちょっと活動家の写真とか貼り付けたりしますけど。いや、でも、まさか、新聞社の公式アカウントにブロックされてるのうちの仲間と思わんかった。そうです。しかも、この番組のアイドルの HK さんっていう。今はもう、なんかしれっと、ブロック解除されてるんですけど。あ、解除してる。はい、じゃあ、今はブロックされてないじゃん。されてないじゃん。はい、されていたという過去形なんですね。そうなんですけど。まあ、じゃあ、今されてなくて別に問題ないと思うんで、はい、思いっきりまた楽しくやり取りをしていただければ。そうですね。ただやっぱりこれネットのエチケットとしてね、はい、汚い罵詈雑言なんかやっぱり書いちゃいけないんでね。そうですね。まあ、最近なんか特にまあ、この新型コロナウイルスの影響を受けて、休校、学校が休校になった件ですとか、あと、外出の自粛要請で結構いろんな意見が交わされてるんですよね。うん、で、違う意見の人に対して、まあ、汚い言葉で、ちょっとこの番組では口にできないような言葉で、意見の違う人に罵詈雑言を浴びせたり、そういったのがちょっと散見されますので、そういったところ非常に残念ですね。はい、ということで、今日は一曲行った後にですね、いろいろまたお話を進めていきたいと思います。まあ、でも今回ね、このように国の方から、まあ、学校を休みということで、まあ、楽しいね、卒業式前の、まあ、友との語らいなんかいろいろできない子供たちも出ていますけど、これはもう、ね、病気を、感染症をこれ以上広げないために、やむなくやったことなんでね、それはそれとしてやっぱり大人がきちんと、子供たちに教えていくべきであり、その不満を大人が煽り立てて、政権、攻撃の材料にするってのはちょっとまずいかなというふうに私は思っております。ということで、本日1曲目、この曲をおかけしたいと思います。谷村新司さんのナンバーから、いい日旅立ち。渋い曲ですよ、チケイさん。そうですね。知ってるこの曲。ああ、はいはい。もともと誰が歌ってるか分かる？知らないじゃん。ちょっと思い出せない。思い出せない。タカさん分かるよね。分かります。はい。はい、さあ、HK さんがこの曲を聴いて、もともと誰で歌ってるか当てきれるかどうかですね。はい。はい。
渋いね。うん。じゃあもともと誰の曲かわかる？誰だ。知らんか。ね、なんか最近のミニスカイドルのことよく知ってるのに。あ、来ましたね。あ、今ので、あの、HK さんが、あの、コメント見てないっていう証拠になりましたね、今。はい、タカさん。さあ、HK さん、あの、ベニーさんのお話でお願いします。ベニーさんが、うん。ベニーさんね。これ、ツイッターとかフェイスブック見れないんで、彼の動向をちょっと皆さんに。本当、あの、あれですよ。Facebook。知事の Facebook は、なんか、他の人が撮影した写真にタグ付けされてるのが、知事の Facebook に出てくるんですよ。お、大したことじゃ書いてないんですね。もうただ、写真がポンポンポンって上がって、4枚ほど上がってるだけで、はい。あの、玉木で、誰々さんは玉木デニーさん、他何人と一緒です。というふうな感じで、ね、はい。つまらんね。上がってて。ぴょんたさんから、HK さんどんな曲聴いてますか？ HK さんが聴いてる曲。さあ、君はどんな曲を聴いてるんでしょうか？ちょっと最近あんまり曲。やっぱり、SKE とか、いやいや、AKB とか、あのあたり。あまりちょっと聞けてないですね、最近。君、二十歳未満じゃないと聞かないもんね。いや。一番ドストライクはやっぱり15歳か14歳ぐらいかな。いや、そんなないっす。違うの？いや、ちゃんと。そんなないですよ。何聞いてるか答えたらいいじゃん。いやいや。ピョンタさん見てますよ、コメントは。はい。見てるんだったらさ、もともとこのいい人たち歌ってる人誰かわかるでしょ。コメントも書いてたもんね。そうです。山口萌えさん。おー。カンニングしたな。あの、旦那さんの三浦友和さんが結構いい、あの、それさ、カンタさんが書いてることだ、もう、丸パクリじゃない。まあ、しかし、でも、しっとりとしたいい曲なのですね。また、君があのカラオケ屋さんで歌うインターナショナルとは全然違う。てか、そもそもインターナショナルってカラオケにあるんですかね？あったと思うよ。君、座り込め大好きじゃん。ここへ座り込めって歌うじゃん、君。立ち上がりの曲も大好きだよな。パリが燃えてるあの曲に合わせて歌うじゃん、君。いや。座り込め、ここへって言ってから。違うのか？違います。いやー、やっぱり、高橋さん、昭和の曲っていいですよね。そうですね。あの、歌詞の中に私を待ってる人がいるっていう部分があったんですけども、あの、男性が歌って全く違和感ないですね。そうですよね。うん、まあ、HK さんの場合は、私を待ってる人がいるっていうのは、アコちゃんだった。キャッカ。じゃなきゃ、この前写真ね、あの、転送したフィンガーボール。なんか男ばっかじゃなきゃ、あの、宮古島の、あの、石垣ですね。石垣ですね。市長って大変だな、って言われたこととかね。いや、
しいですよ。はい。ぴょんたさんから、FM21 スタジオは見学できるんでしょうかとのことですということなんですけど。はい。見学は大歓迎でございまして、当番組の見学の席は HK カメの隣ですからね。そうですね。HK カメの隣の方で見学をしていただくということになりますので、彼の吐息まで聞くと思うんですけどね。時々機嫌がいいときはサインまで書いてくれる。あ、そうですね。今まで2名しかいなかったですけど。そう。はい。だから面白いと思いますので、ぜひ、見学の方も来ていただきたいと、思っております。いや、しかし本当にもう今回っていうか、まあ毎日毎日このコロナの話ばっかりでね、もうすごいげんなりしてくるんですけど、ここでやっぱり県民の方々にちょっとマスコミのおかしなところっていうのをご紹介したいんですけど、マスコミはこのね、国内感染者1000名超えっていうふうに書いてますよね。テレビでも国内の感染者1000名超えましたっていうふうにさらっと言ってるんですけど、これ実は全く違うんですよね、高橋さん。はい。うん。国内の感染者っていうのは実はまあ、どのぐらい400名近くですかね。残りがもうすべて例のダイヤモンドプリンセス号の乗客なんですよね。ですから、WHO でもこの日本国内での感染者数と、このダイヤモンドプリンセスというクルーザーの感染者っていうのは完全に分けて、計算を出しているのに、日本のマスコミは、まあ、意図的なのか、国内感染者っていう言葉で一括りにして、これを日本国内のみならず全世界発信してるもんですから、全世界が日本という国は1000名余りも感染者がいるんだって勘違いしてしまうんですよね。うん、この件について、実は国会で小野寺美希先生が、小野田紀美先生ですね、はい。小野田紀美先生がズバッと指摘されておりましてね。そうですね。あれを聞いて本当に爽快な気持ちになったんですけど、まあ、総務省としては、ね、それに対する対策っていうのは今のところないようなことを言ってましたけどね。うん、それってやっぱおかしいと思うんですよ。そうですよね、市川さん。そうですね。やっぱり、間違ったこと言ったら、それに何らかのペナルティがある。なんか、報道法、新聞法、テレビは放送法あるけど、新聞は新聞法っていうのはない。報道機関、新聞テレビをまとめて適用する報道法ってのも聞いたことがないから。そうですよね。まあ、君であれば、現状例とかね。刑法とか。なんすかそれ。青少年育成条例違反とかね。屋外広告物条例。広告物ってなんすか。格好で出歩いたらやっぱりまずいでしょ。そうですね。公序良俗じゃ良くないっていう。でも本当に県民の皆さん、国民の皆さん、国内感染者1000人超えっていうのは、あれはもう完璧な、意図的な、はい、間違いなんでね。実際はもう国内感染者と、このダイヤモンドプリンセスでの感染者っていうのは、世界的にきちんと分けて、計算をしてるのに、日本のマスコミがこれを一緒くたにして報道するもんですから、日本国内で1000名以上も出てるんだと思ってる人いっぱいいると思うんですけど、これってね、やっぱりタカさん、なんだかのやっぱりペナルティやって叱るべきですよね。まあそうですね、そもそもこの新型コロナウイルス感染者1000名超えとかなんとか報道してますけども、その人数をなんか断ることに報道するっていうのも私どうかなと思うんですよね。まあ、それよりもっと報道すべきことがあるんじゃないかっていう、そういった気持ちになるんですけども、やっぱり、そういった人数は報道するのであれば、きちんとその内訳、詳しい内訳までもちゃんと伝えてほしいですね。そうすれば、今回のような、まあ、1000名超えという間違えた情報を流すっていうことは私は避けられると思うんですけどね。はい。まあ、でもね、こういった間違った情報を流しているというのは非常にやっぱりマスコミのおかしなところでありまして、まあこの河野太郎防衛大臣が実は毎日のようにね、この数字についてツイートで発表しているんですけど、昨日の
夕方6時の段階でですね、国内の感染者数が317名、国内ですね。はい。はい。ということは、それ以外はもうすべて、そのダイヤモンドプリンセス号での感染者ということですから、はい。新聞に今日、私の新聞見たら、国内感染者数1000名超えって書いてたんですけど、見出しでですね。それってやっぱり違うだろうっていうふうになるんですよね。うん、ですから、こういったマスコミがその、やっぱりミスリードするのは、やっぱりいかがなもんかというのを思いますけど、マスコミっていうのは、やはり、必ずしも、中立公正ではありませんし、やっぱり人間がね、記事を作ってる以上、何らかの主観が入り込むところはあるんで、その数字を、そのまま鵜呑みにすることなく、やはり今日ラジオを聞いてるね、沖縄の皆さんも、スマートフォンを持ってるわけですから、こういうね、例えば、コロナ、スペース、感染者数とか入れると、最新の数字がやっぱり出てくるんですよね。うん、そういうふうにして、やっぱり確かめるっていうことが必要だと思います。で、以前、この沖縄教科書問題で不採用になった、移行者の教科書に書いてた文言があったんですけど、マスコミが報道することが全て事実とは限らないっていうふうに、この教科書に書かれていたんです。そして、自分自身で調べていくことも必要であると。まさにその通りでありまして、まあ、マスコミが新聞で書く、テレビで流す、ラジオで聞く。それが必ずしも、本当かなっていうのを確かめるために、今、手元にやっぱりスマートフォンがあるわけですから、それをどんどんやっぱり活用してほしいと思いますよね。うん、まあでも生放送中にずっとスマホいじって。そうです。今日なんかもう、放送開始直後からずっといじってんだけど、君さん。通信が膨大なんじゃないそれ。いや全然このスマホを離さないもんね。すごいですよね。内田さん。そうですか。そうだよ、だって。君寝るときも大体寝てるんじゃない。こんなちっちゃいのも大体って言って。いや、君なら十分ありえんな。いや、でもね、ニュース、ツイッターとか見てるといろんなニュースが入ってくるんですけど、はい。神奈川県の平塚市。はい。神奈川県の平塚市が、備蓄用に保管していたマスクを、なんとね、この市内にある学童保育園や認可外保育園、私立幼稚園を含む158の子育て支援施設に、配布したということでございまして、本当にすごいな、というふうに思います。枚数にして、2万枚。うん、2万枚ですよ。2万枚を市内の子供たちが通う保育園、幼稚園、学童施設に、この平塚市がプレゼントしたっていうことでね。すごいですね。ちなみに、確か平塚市って、河野防衛大臣の選挙区なんですね。まあちょっと関係ないですかね。もしかして、河野大臣が、玉本がやったかもしれないですね。ああ、そうですね。はい。いや、でも、こういうことをどんどんやってほしいですよね、いろんな市町村でね。そうですね、那覇市がせっかくやったんだから、沖縄でも他の市町村もどんどん続いてやってほしいところですね。はい。そしてマスクといえば、最近私ヤフオクで見つけたマスクの値段、はい、なんと99億円ついてましたよ、マスクに。99億円。いやー、これってどう考えてもね、おかしいと思うんですけど、そういったものをやっぱり乗っけてるっていうのもちょっと私どうかなと思いますよ。はい。メルカリではね、あまりにも値段が高いマスクは、なんか、出入り禁止になったということなんですけど、そういった分、いわゆる転売屋っていうのが、ヤフオクの方に現れてるってことでね、で見るとすんごい値段ついてるのいっぱいあるんですよね。で、なんか値段を釣り上げるために、新規のアカウントが値段上げてたりして、これってちょっとやらせじゃないのかと思うのもいろいろ出てくるんですけど。いや、HK さん、99億円でマスク買いますか？君の呪いマスクは99億円買いますかね？いや、もう。何今日も。二択のさ、質問でしょ。いや、もう。呆れて言葉が出ない。
っていうのはまさにそのことかなと思うんですけれども、あり切るところまでやってさ、ケイさん。こういう時すごいなんか嬉しそうに鼻息フォンフォンするよね。ありえない。ありえないですよね。いや、しかし何が君嬉しいな、こういう話。すごいな。いやいやいや。でも君結構そういった水、ボーイズラブとかね。懐かしいね。ビヒエとか。ないない、あっち系の話になったすごい気持ち、テンションが高くなる。どうなんでしょう、やっぱり好きなんですかね。却下ですということで、タカさんにメールの方を読んでいただきましょう。はい、はい、癒し戦車のボギーさん、ハラオ放送事故のコギーさん、クエスチョンは却下の合図、ノンクエスチョン作家、ノンクエスチョン HK 作家のおにぎりさん、こんばんは、関東のオフィスです。各所でおにぎり提供していますが、HK さんはまさか、自分のお稲荷さんを愛して、したりはしていなかったですか、ね。こら、こら。確か、二つしかなかったと思うので、こら、愛具は、こら、こら。ちょっとメール読んで途中だったから。しかし、どんな方が HK お稲荷さんをもらうんでしょうか。さて、やっと政府がおみこしを上げて中国、韓国などの渡航制限を発表しました。遅きに失したかもしれませんが、これ以上の感染拡大を防ぐ意味では一歩前進ではないでしょうか。この後懸念されることは、北朝鮮系シンパの韓国の活動家の来日ができなくて、差別がいつくがまたいつ下がるとも限りません。外国からの活動家流入をいかに防ぐか、今後の課題ですね。そして、マスク、トイレットペーパー、転売屋が政府から成敗されたとのこと、HK さんの活躍の場がまた一つ消えてしまいました。HK さん、転売屋について感想をお願いします。そして、来週はホワイトデー。今年は自粛ムードで、HK さんには絶好のチャンス。どうせ来年も孤独のホワイトデー確定だ。ちゃっか。今日の電波で、ホワイトデー、断固反対を。今週のリクエストでお願いします。却下されたら私が発狂して、教えて泣いてしまいます。以上です。ダメ、却下です。却下です。そんなリクエストは、却下。ですね、転売屋についての感想、国民生活安定緊急措置法、これ、1973年のオイルショックの時にトイレットペーパーがなくなった。その買い占めが起こったことに対処するために制定されたものなんですけれど、そういう、その保護法律をもとにした、対処っていうのは、どんどん政府やってほしいですね。また最近、トイレットペーパー、もうちょっと、デマで、売り切れ続いてますし。長いよ。長いね。せっかく、おじさん、こんな面白いこと書いてるんです。そうですね。急に真面目なことで返すから。いや、せっかく、おじさん、こんな、ピンボールを送ってきてるんだから。そうですね。転売屋について答えてくださいっていう。なんとか法律を話すとか。長いから切っちゃいました。ということで、今日また HK さん2曲目いってよろしいですかね。どうぞ、はい。2曲目、私の好きな曲でございます。長渕剛さんのナンバーから順連歌。この曲わかる？わかります。君知ってるんだ。歌ったことある？歌ったことはないです。ないの？ないです。俺はあるよ。めっちゃ歌わんけど。このカラオケでは1年に1回歌うか歌わんだからな。君でもそっち歌ってるでしょ。歌ってないです。まあ、
君どう見てもアニソン隊まくってるよね。あるいはあの、オラ東京行くなの替え歌とかさ。最近なんか見たので、何歌ったの？その、オラ東京行くなの、あの、コンセプトを全く逆にした替え歌っていうのは面白かったですね、YouTube で見て。うん、まあ、コンセプト全く逆にしたって意味わかんないですよ。なんか、もう、これ、YouTuber のタスクコマっていう人が歌ってるもので、オラ東京を出るだっていうのが面白かったですね。はい。この YouTuber は、まあ、いろんな替え歌を歌ってるんですけど、そのどれもがなんか原曲の声の感じに、近づけた感じっていうのがすごい天才的かなっていうふうに思いますね。なんか俺は東京さん出るだと言われてもさ、あー、まあちょっと想像つくようで想像がつかないから歌詞の一部を紹介した方が歌詞の一部、まあ、あくまで一部ね、あの全部紹介したらちょっとまずいんで、あ、カーターさん、オラ東京を出るだ、あ、大げさねって。その替え歌は大げさとは関係ないでしょ？お、大げさって、あの、キスキスタスの、はい。太郎とは関係ないです。はい。で、歌詞の一部は、どんなだったの？歌詞の一部。カラオケいくら高国生とか。いや、それは東京以外のところでもそうだと思うけど。どんなだっけどんなだっけって。家賃高い。音は見せないじゃないの。家賃高い。空が狭いとか、電車パネーとか。いろいろ。あ。これは東京に住んでいた人から、東京首都圏に住んでいた人が聞いたら、あ、確かに東京ってそうだったよなっていうふうに共感できる歌詞でしたね。共感できるって、君東京住んだことあるの？神奈川なんですけど、まあ、あの仕事で東京に何度も行ったことがあったんで。いや、いい波の音ですね。なんかこういった BGM かかってくると、なんか海のそばにいるみたいですよね、はい、さん。海のそばでパームツリーの下でアコちゃんと二人で却下ダメダメダメ、埋め立てについて熱く語り合う、埋め立てついついそういう私は想像してしまうんですけど、違うんですかね。違います。そもそも。そもそも、なんですか、ホワイトデーですか？アコちゃんって、関わりがないですよ。あの、ものすごい格好してる、変な人が。いや、バトムな人でしたよ。うん。君と合うんじゃないかなと思ったんですけど、近いうち、ね、タカさん。HK 仮面さんに素晴らしい友人を紹介してあげようかなと思ってですね。ああ、はい、隣にちょっと座ってもらって一緒に熱く語らいをね、していただいて。あ、なんかお互いスマホが得意分野らしいですかね。そうですね。だそれちょっと全国にね、流してみようかなと思ってるんですけど、ね。だったら今ちょっと発表できないんですけどね。はい。さて、色川原さんからもメッセージ。今日も楽しく聞いておりますということで。いい日旅立ち、山口百恵さんに聞きたかったですね、ということで、メッセージが届いております。うん、たまには山口百恵さんのナンバーも探しておきましょうかね。そう。HK さん。そうですね、そういう、リスナーの声もありますしね。はい。でも、君が一番聞きたいのは、おにゃんこクラブのセーラー服を脅さねえよ。いや、いや、いや、あ、それで思い出したんですけども、15年ぐらい前に勤めていた、会社の余興で、まあ、自分じゃないんですけども、会社の同僚が、そのセーラー服を脱がさないで、に乗って、
セーラー服姿で踊ったってことありましたね。なんかそれ見せてあげたいな、君。大丈夫。君の結婚式の時はね、みんなで赤いちゃんちゃんこつけて、マリアン・ボンド踊ってあげるからさ。ね。そして座り込めとか歌って、舞台に寝転がったり、はい。警察官に運ばれたりさ、やってるから、余興の時にね。そして、最後に横断幕持ったね、ポニーテールの実際出てきてね、ノースプレーじゃなくて、ご結婚おめでとうってやったけど、ご結婚おめで会うですからね。もう、余興考えてるんだよ、俺。君の結婚式の時は。みんなでやろうかなんて、マジに考えてるかな。いいんじゃないの何を喜んでるのか君、想像して、大喜びしてる。いやいやいや、でも、それをやるには、君が相手見つけなきゃいけないんだよ。最近どうですか、浮ついた話とか。全くないです。ない。全く、はい、ないです。やっぱり、そうそう、ノーマルの道に戻った方がいいと思うよ。君、不細工じゃないんだからさ。はっきり言っていけてると思うんだけど、もう少し自信持って突撃した方がいいんじゃないかな。ただその時に、すへへへへへで近づいてくると嫌われるんで。そうです。却下されますね、向こうにね。そして、すぐ抱きついてもダメだから、ね。それは却下のことです。最初はお話をして、ね、コーヒー飲みに誘って、一緒にドーナツ食べて、映画に行ったり、ドライブ行ったりして、どん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 、お付き合い深めていくっていう手順があるんで。はい。その時に、私も含めて、いろいろアドバイスをしてくれる、いけるホットドッグエクスプレスとか、いけるポパイみたいな先輩方が、ネットアシスタントの中にいっぱいいるんで、皆さんにアドバイスいただくと結構的確なアドバイスいただけるんじゃないですかね。はい。そもそも君は、ポパイとかホットドッグエクスプレスって知ってる？名前聞いたことあるだけあるんですけど、ちょっと読んだこと、あったからなかった。ないですね。ないですね。自分たちが学生時代はバイブルだったんですけどね。こういうの ABC をいろいろ書いているバイブルで。こういう時はこの曲で落とせとかいろんなこと書いてましたけどね。HK さんでも本当に私全然予想がつかないんだけど、普段車乗ってるときどんな音楽かけてるんですかね。ああ、最近ちょっとあんまかけてない。まさか中島みゆきさんを延々とかけてるわけじゃないですよね。いやいやいや、違うんですか。かけてないです。まあでも中島みゆきさんの曲も素晴らしいものはありますね。はい、それともずと静かな、シーンとしたなんかエンジンの音だけで走ってる。せっかく君は新しいコンポ買ったのに、曲聴かないともったいないと思いますよ。はい。そろそろ俺が CD 作ってやろうか。あはお願い。はい。一曲目、ちゃんちゃかちゃん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 とかね。タブーの曲が、しょっぱり言うともいいですね。あ、カタカナのハチさんから、HK さん、ラジオ沖縄とかは聞いてるって質問が来てます。ラジオ沖縄、他局です。ハチさん、FM21 の放送中に他局の名前です。カタカナの他局。あれでございます。他局。意外と HK さん、歌舞伎ものですからね。あ、そうですね。普段からかぶってますんで、いろんなところが。他局の番組も、ちょくちょくとチェックはしてます。はい。はい、ありがとうございます。でも、HK さん、目標はあれですよね。花の刑事になりたいんですよね。え？何ですか？花の刑事っていうのは。知らないですか？はい。あれ？君やっぱり同人誌専門だからね。知らない。知らないよね。はい。男らしい男です。かぶいた男を目指してるのかなと思ったんですけど。そろそろ俺イメチェンさせてやろうか。俺に任せたら、かっこよくなると思うよ。洋服とかも選ばせてもらう。ちょっとチェッカーズみたいな格好をして、チャラけてみたいと思う。チェッカーズって。
チェッカーズ。チェッカーズって。いやー、でもね、本当にあの、皆さん、今、ね、トイレットロールとか、まあ、生理用品とかなくなるって言って、まあ、すぐお店で見かけたらすぐ衝動買いしちゃうかもしれませんけど、これが不足するっていうのはデマなんでね。デマ。はい。はい。ですから、あの、お店で見かけても、あ、本当に必要であれば買っていいと思うんですけど、家にストックがあるのにです。すぐまたそれに飛びついちゃうっていうのはもうぜひ慎んでほしいなっていうふうに思いますよね。あと、マスクも、今そんな潤沢にはまだないんで、本当に多くの人に行き渡るように1個、ね、1人1個とか、1家庭1箱とか、そういったのをきちんと守って、やっぱりね、一人でも多くの家庭に回るようにしていただければなと思いますが、日本は台湾みたいに、どこの店に今マスクがあるとか、何時に入荷するとか、そういったのがネットで分かるようになったらいいんですけどね、チケイさん。そうですね。君はでも知ってるでしょ、暗い部屋の中で。わあ、そうですね。ドラッグストアに朝早く並んでる人がいる、マスク目当てで、そういう動きがあるのは分かってます。はい、ありがとうございます。しかし今日も、ね、3名でいろいろ話をしてると、あっという間に時間が来ちゃってですね。今日、HK さんの話が長いから。HK さんのコーナーできなかったんですけど、だから、今、ここで2分ぐらいで、はい、せっかくなんで。2分ぐらいで ?2 分ぐらいで、君の思いのだけを。まあ、マスク。まあ、辺野古での、辺野古にいる警備員がマスクしてないってことで、なんか国会の質疑で、そのことに関して質問した国会議員がいるそうなんですけど、オールなんちゃら系の人、その人がやったらしいんですけど、まあ、マスクないの仕方ないんじゃないですか、全国的にもう不足してるんだから。で、その不足してる上に、そのオールなんちゃら系の応援する企業グループの人なんかが中国に送っちゃったりとか、そういうのをやってるから、足りなくて仕方ないじゃないですか。警備員の方だって、やりたいと思うんですけど、ないから、できないって思う。うんですけどね、はい、はい、ありがとうございます。ということでね、今日はあっという間に時間が来てしまいました。さて、この番組なんですけど、聞きそびれた方は、YouTube のですね、チャンネルボギー、チャンネルボギーで検索しますとアーカイブチャンネルが出てきますので、それをぜひまた見ていただきたいと思います。で、また私、ボギーテレコンが3年前からずっと続けているボギーチャンネルもそのアーカイブでご覧いただけます。毎日の沖縄がこの放送を見ればすぐ分かるという、まあ、番組なんで、皆さんぜひお時間のある時に、今の沖縄どうなんだろうということで、新聞に書いてること本当かなということでね、YouTube からチャンネルボギーで、検索をして、まあ、私の放送のアーカイブぜひご覧になっていただきたいと思います。そしていつでも見れるようにチャンネル登録していただくとさらにありがたいと思いますので、ぜひ報道されない事実に気づいていただきたいと思っております。ということで、今日もあっという間の50分でございました。地形変態ご視聴ありがとうございました。はい、今日もお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。そして多くのネットアシスタント皆さん、メールを送りいただきましたウィスさんに、広川原さん、誠にありがとうございました。では皆さん、また来週お会いしましょう。ごきげんよう。ありがとうございました。ありがとうございました。精神疲れ様でした。45できるね。はい、お願いします。あ、宮城さん、近所のホームセンターもマスク、トイレットペーパー品切れでしたって。はい、大変ですよね。はい、じゃあ、あとは、HK さん、いいですよ。今日、不完全燃焼した分を。そうですね、はい。あの方とのコラボについての思いでもいいですか。あの方のコラボ。そうですか。あの方のコラボ。ワクワクしてるのか怖いのか、それとも明日にでもやってほしいのか。あの方ってそもそも、あの方はなんか言動がちょっと疑問に思う点があったんで。グループから、Facebook 上あるグループから
グループでちょっと、お断り申し上げたんですけどね、参加の。はい。参加を却下したわけですね。はい。なんで、なんかいろいろ、こちらが、いろいろ、彼の言動について思っていることを書いたんですけれども、それに関してはなんかスルーして、なんか俺の参加申請を却下する方が悪いみたいな感じで、そんな風に言いたいかのように振る舞ってるんで、どうなんだろうなっていう風に思いましたね。はい。うん。彼がなんか、写真だから騙されないようにみたいなことを言っても、彼がなんかその時取り上げたものは、どこがデマなんだろうって思ったんですよね。はい。うん。あとね、奥さんに、くさくさなんちゃらとかって、もうとても、この、ネット放送でもちょっと、言いづらいような、そんな変なあだ名をつける人の感性って、どうなんだろうって、正直思いましたけどね。で、これを、拡散されたら、なんか拡散する方が悪いみたいな感じで振る舞ってますけど、うん。そんな風に言われるのが、拡散されるのが嫌だったら言わなければよかったんじゃないかって思いますけどね。うん。だから、コラボって言っても、うん。どこまでできるんだろうって、ちょっと正直不安なところがありますね。はい。大丈夫だよ。君のバイタリティだったらもう、君誰とだってもできると思うよ。もっと自信持たないと。ね。だって、お前例の、くのいち横に乗っけたんでしょくのいち。くのいち乗っけたけど、色かに落とされなかったんでしょ、匂いで嗅いでから。なんか大丈夫だよ、君。そのぐらいは。俺期待してるんだけど。ね。店長さっきの HK さんは最初からご発言していただければって。やり直し。じゃあ HK さんそろそろ締めましょうか。はい。いや、なんか、本当になんか結構、最近、ここずっと、コロナウイルス関連のニュースが結構あるんですけれども、もっと他に、嬉しい、ほっとするような、心が温かくなるようなニュースをどんどん聞きたいなというふうに思いますし、まあ、そういうのも探してどんどん紹介していければなというふうに思っております。ちょっとね、なんていうんですかね。今の時期って、ちょうど2001年の時期と2001年の同時多発テロの後のみたいな感じにも似てるかなと思うんですけど、まあ、どんどんいいことはあると思うんで、どんどんいいことをあれば見つけていければなと思います。今日もありがとうございました。